FM の葉を聞きの皆さん、おはようございます。3月16日、ただいまの時刻は8時を回ったところです。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしております。 FM の葉、モーニングの葉、失礼しました。モーニングの葉、本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの1時間どうぞお付き合いください。めっちゃ堂々と FM の葉って言うやん。今更番組名間違えるってね、うん、宣伝してるの。そう、モーニングの葉じゃない、 FM の葉のモーニングの葉ですややこしい。はい、はい、ブさん、おはようございます。おはようございます、コメントが早速来ております。玲奈、赤い服いいですね、春らしいって。春らしい、赤って春らしいですかね。なんか僕は夏っぽい感じしますけどね。夏っぽい、情熱的な、情熱の夏、うん、はい、どっちにしろありがとうございますはい、今日も元気よく皆さんと一日を始められてとても良いですね。良いですな、はいそれ良いですはいはい、さてさてさて、沖縄も結構暖かくなってきたんですけども、内地の皆さんどうでしょうね。ね、今朝寒くなかった？今朝はちょっと、でもそうですか？寒かったですか？あ、暖かかったかな。ああなるほど、ね、そうですね、はいはいはい、でもそうか、内地はまだ寒いのかなって感じですけどね。昨日東京から来た人が言ってたけど、はい、まあ、寒いって朝まだ白い息出ますよと、沖縄も暖かくてしょうがないですねって。じゃあ真冬ですね、まだ、ね、沖縄の真冬か。今年白い息見なかったな。見てないですね、そういえば。吐いても出なかったよ。寒いの結構すぐ終わった気もしますね。ね、もうないのかね、終わったんかね。噂ではあと1回寒いのが来るっていう。あ、本当に、はい、何の噂なのそれ天気予報じゃねえの。はい、ちょっと口コミっていうか口コミではい、あと1回は寒くなるらしいです。まあ、元気よく行きたいですね。アイミルキーさんがコメントで、昨日は寝るときに布団が熱くてかけられなかったです、はい、どういうことですか、ね、布団が熱かった、寒かった、暑かったんでしょ。あ、もう暑かったんだ。寝苦しかったんだろうね。あ、じゃあもう毛布の時期ではないってことですかね。ねえ、だろう。あ、そっかそっか、寝るときはかけてなかったな、ね、気づかないうちに暖かくなってるもんなんだね。そうですね、うんうん、良いことです。そうか。さて、はいはい、今日のトークテーマを発表したいと思います。今日はあれなの、今日は何の日とかあれやんないの？一応調べたんですけど、うん、失礼なことに目星い記念日がなくて、316ってないんだ。316はね、なんか国立公園記念日とか、うん、財務の日とか。あ、財務だ、すごい。そう、財務、そう、財務。あ、じゃあ債務でもいいんだ。債務でもいいと思いますあと16団子の日とか、なんか話せないなと思って、うん、いいじゃん、債務、債務で。みんな、債務、みんな借金あるみたいな。え、借金みたいな、特定は借金はちょっときつい。みんな借金いくらあるみたいな感じの。いやいや、だから今日は私がオリジナルに考えさせてもらいました、はい、じゃあ今日のトークテーマよろしくお願いします。はい、方言。あ、素で出てしまった。あ、ねえ、急にお風呂場に入ってしまった。はい、あ、でもこれはこれで面白い。いいですよね。はい、もう一回、たまにはね、もう一回お願いします。じゃあ今日のトークテーマは方言。はい、ありがとうございます。はい、方言ということで。方言でございます。そうかそうか。方言と言いましても、うん、皆さんいろんな地域から、はいはい、いらっしゃってるので、皆さんの方言のこと、使ってる方言のことを聞いてみたいなと思って。社長はもちろん秋田じゃないですか、うん、私は沖縄育ちなので、うんうん、まあ、そういうことも話していけたらいいかなと思います。なるほど。方言と聞いてパッと浮かんだのが沖縄の方言なんですけど、うん、ウトゥルサヌ。ウトゥルサヌってどういう意味？わかりませんか？わかりませんって意味なの？あ、じゃあわかりますか？ウトゥルサヌ。わかんない、ウトゥルサム。考えてみてもらっていいですか？ちょっと待って、今ググるからね。あ、自分、ちょっとダメですあ、ウトゥルサヌってあれだろ、はい、オレンジレンジの曲にもあった。はい、曲にもあります。なんだろうな、ウトゥルサヌって意味。ウトゥ、ウトゥっていうのがまずあれでしょ。はい、なんすか。ウトゥ、ウトゥっていうの、ウトゥ、ウトゥっていうの、ウトゥ。本当に違うの？ウトゥルサヌの意味わかんない、全然意味が。よくこれがとって、何、あ、もういいですか。いいですよ。これは恐ろしいという意味ですね。はい、怖い。じゃあ何、怖いもん見たときに、うん、ウトゥルサヌーって言うわけ。ウトゥルサヌーって言うんですよ急にユニークになるやんけ。はい、怖いという意味になります、ね、ウトゥルサヌーって、はい、ウトゥルサヌーって怖っていうときに、はい、絶対怖って言うでしょ。言うですね。私は言わないですね、ウトゥルサヌーって言わないよねはい、でもこんな風に皆さんの方言の面白い方言とかあったらね、教えてほしいですね。面白い方言ね、はい、はいはい、よろしくお願いいたします。
またこの番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、1曲目は、メーガントレーナーでノーエクスキューズ、お聴きください。はい、オフトークです。グレッグ・マッケイさん、おはようございます。ムさん、東京は雨です。天気予報が外れたら次の日に天気結果やってほしいです。何休暇？天気結果、予報が外れたら、あ、結果はこうでした、ね、みたいな。それいる？天気結果それ過ぎたことも振り返って、天気結果っつってな、あ、実はこうでしたみたいな。楽しそうですね。まあ、うん、そんな結果発表いるかっていうね、うん、ライチさん、グッモーニング。グッモーニング直樹先生、遅れました、おはよう。間に合いましたよ。天気悪す。あ、ライチさん、天気悪す、早晴るな。ね、天気悪いです今日。ライチさん、そういえばこの間来たんだよ、こっちに。あ、そうなんですか、うん、早晴るの、早晴るから。ライチさん、イケメンだったよ。おー、見たかったです。ぜひ朝もいらしてほしいです。話せないんですけどね、放送中は確かに、ね、でもぜひ、いや、入れるよ、普通に、うん、ゲストとして。あ、そうですね、うん、こっちに座ってもらって、座ってもらう。アイミルキーさん、方言ってあるんですが、年齢で使う言葉が違いますよね。そうですね、そうだね、やっぱりだんだん使わなくなってるってこと。あ、でもそれはあるかもしれないです ね。中学高校の時は方言が結構ステータスみたいな感じで喋ってる子多かったですけど。へえ。ヤーサソーンってどういう意味？ん？ヤーサソーンってどういう意味？ヤーサソーン、待って待って、ヤーサとソーンか。ヤーサ、切れてますね、すいません、ちょっと分かんないんですけど、今調べてみます。ヤーサ、よし、行くか。あ、待って、はいヤーサさん、初見です。2代目リスナー、マミヤ、さっき、よろしゅうね。お、始まる。はい。今の時刻は8時8分を回りました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日16日、沖縄本島中南部のお天気は、南の風のち北の風やや強く雨、朝晩曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降る、波 1.5メートル、のち2メートルとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 80%、 12時から18時まで 70%、 18時から24時まで 40% となっております。日中の最高気温は22度です。社長、傘持ってきましたか？社長ね、バイク通勤だから傘使わないんですよ。傘持てないですね、逆に。そうそうそう、あらららら、カッパです、カッパ。バイクの人は雨が降るとちょっと危ないと聞いたので、ぜひお気をつけくださいね。今降ってるやんけ。今はもう絶賛降ってますね。ないちゃダメだね。ないちゃダメ。春沢は雨降ってハッピーなはずだからね。そうですね、うん、こういう時はまあ、はいはい、しょうがないと思いますね。しょうがないって言っちゃうじゃん。はい、はい、続いて、うん、気象警報注意報です。沖縄本島地方では16日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて交通情報です。高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道上下線ともに
金インターチェンジから宜野座インターチェンジ付近で強化補修作業のため対面通行規制がかかっております。続いて那覇市内の一般道の交通状況です。阿蛇交差点から古島方面に向けて渋滞が起こっております。また上野親から泊方面に向けて渋滞が起こっております。阿佐渡交差点から草原寺に向けてこちらも渋滞が起こっております。代々木交差点からマダン橋、また代々木交差点から緩宮方面にも渋滞が起こっております。マダン橋から小羽倉方面、朝日橋から朝日町方面、山下から山下南、那覇空港方面、おろく方面も混雑しております。やっぱり雨だと渋滞が増えますね。そうですな、気をつけてほしいですな。はい、皆さん、運転の方はお気をつけて無事職場と学校にたどり着きますように。うん、はい以上で今日のお天気交通情報をお届けいたしました。はい、今日のトークテーマは方言ということで、皆さんの方言にまつわるエピソード、皆さんが使っている方言、地域、まあ、那覇じゃなくてもね、まあ、いろんなところから聞かれているんで、皆さんの方言教えてくださいということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、早速ライチさんが、うん、社長ヤーサソンはお腹すいたです、多分何か抜けてるはず、わら適当か。デイジヤーサソン、デイジヤーサソン、デイジヤーサソン、ヤイビン、あ、ぽいぽいぽいヤイビン、ヤサとかね。なんで伸ばすんだろうね、結構ね。はい、あのなんか伸ばすじゃないですか、とにかくレナだったら、はい、レーナーとか、そう、2文字の人は伸ばすんですよ、うん、ね、だから社長の場合は、うん、レーンって、それはないよな、ないですねそれはないですね。ナーラーじゃない、ナーラー、レーンはないですね、うん、はい、ライチね、まあそんな感じですよねそうそう、最後伸ばすのが多いかな、語尾というか、うんうんうん、ムさん、初めて知った沖縄の方言はナンクルナイサーでした。ちょっと違う話だけど、折り紙の城ってただの紙ですよね、ナンクル神さん、神さんちょっと止まっちゃった止まっちゃうやつ、止まっちゃった、引っ掛けてるやつ引っ掛けちゃったね。あ、白、ただの白はただの紙だよね、確かに。そう、でも裏があの色ついてるからいいんじゃないですか。いや、 裏も白だからただの紙じゃん。あ、本当だ、ただの紙だでしょ。あ、なるほどね、うん、勉強になったなはい、勉強になりましたね今日も。アイミルキーさん、テーマ方言、静岡地区で高齢の人が使う言葉に役体もない、役体もないっていうんですね。 役に立たないとか、うん、無駄な意味の、無駄なことの意味ですって。役体もない、役体もないっていうんだ。役体もない、もう、いや、そうなんだ、面白いですね。直樹先生、静岡ね、直樹先生はね、埼玉実家ですよね。方言、埼玉実家ですが、カッタリートが、疲れたという意味で、東京の大学に行ってから通じないことが分かった。嘘、カッタリーって、みんな言うよね。標準語だと思ってた。デイジカッタリーっていうの。へえ、使わない方もいるんだね。カッタリーか。カッタリー。へえ。あとアイミルキーさん、おじいさんおばあさんの使う方言はわからないのが多いです。確かに。確かにな。はい。おじいおばあが、あの私と話すときはちゃんと標準語で話してくれるんですけど、うん、あのお互い同士で話すときとか外国語みたいに聞こえます。そうよね。はい。あれね、すごいよね。ところどころはわかるんですけどね、結構別物にな、あれって沖縄だけですか、あの、はいはい、他の地域の方の高齢の方も結構方言、一緒でしょ、絶対一緒。あ、そうなんだ。みんなあのもう何言ってるかわかんないぐらいですよね。あ、やっぱりそうなんですね、うんうん、秋田なんかもわかんないし、ちょっと田舎の方に行けば行くほどわかんなくなるんですよね。あ、やっぱりそういうのもありますか。そうそうそう、ある、もう何て喋ってるか、ね、秋田の方言は世界一短い言葉なんだって。そうなんですか。だからもう世界一短いね、めっちゃ。あ、もう縮小しちゃうみたいな。そうそうそう、ドサユサってしてる。ドサユサ、うん、分からないです。あのもうリアルで言うんだよ、この道端歩いてて、はい、ばあちゃんとかがドサドサって言ってくる。そしたらだいたいユサって言うわけ、うん、そしたらドサはどこに行くのって、これからどこに行くのって言って、ユサは 今からお風呂に行ってくるよっていう会話なんで、これがなんか世界一短い会話らしくて。ユサユサか、ユサ、そうそう。へー、ウケる。寝ねば寝ねのに寝ね寝ねねってしてる。何それ何それ、ふざけてますこれ最近なんかテレビにで有名になったんですけど、はい、寝ねば寝ねのに寝ね寝ねねの意味なんか大体わかんないですか。寝れば、うん、眠くても、うん、みたいな。
寝なきゃいけないのに眠れないんだよねみたいな。へえ。そう、寝なくちゃいけないのに眠れないっていう、寝ねば寝ねのに寝ねねねって適当に言ってません？いや、ほんとほんと、寝ねば寝ねのに寝ねねねねって。どこの方言なんですか？だから秋田だっつったの。秋田でごめん。怒らない。どういう意味の質問なんだ今のは。すいません。違う。俺が個人的にその辺で言ってる言葉だと思ったのが。秋田の話は終わったかなって勝手に思って。終わって、寝ねば寝ねのにはもう秋田方言ですよ。はい、あ、わかります。ちゃんと覚えときます。すいませんでした。ライツさん、ダルバーって使うって。あの、男の子が使いますね、よく。よく使うよね。だ、男友達がよく、ダルバーって言ってます。女の子もたまにダルバーって言ってますね。あの、やっぱり、うん、那覇とかで生まれた子は標準語に近いです、うん、で、あの、偏見ではないんですけど、うん、玉城とかあの、うん、に生まれた子はダルバーって言います、女の子でも。へえ。あ、まあ、私の友達の話なんですけどね、うん、みんながそうとは限らないですけど、うん、そうなんだ。はい。へえ。あんまり方言聞かないんですよね、ラジオ局に行ってても。あの、オリジンアワーの純選手が方言で有名じゃないですかね。あ、はい。恋するフォーチュンクッキーをうちなぐちで歌ってみたとかやる人、はい、だからあれぐらいなんですよね、あんま聞かないからね。はい、そうですね。直樹先生、方言、北埼玉の方言で、あの辺り、この辺りをあっちがしこっちがしと言ったら笑われたって。わかる？わかる。言わないですよね、普通は、ね、あっちがし。埼玉方言とか懐かしいな。あ、結構関東の地域の方でも方言あるんですね。なんか標準語に近い感じのイメージがあって、なんか意外とちょっとずれてて分かんないんですよね、はい。悪い言葉だけど、うざいっていう言葉もなんかね、ちょっと若干ニュアンス違うんですよね。そうなんですか。うざいって言ったらどういう意味になる？うざったい。うざったいの意味は？うざったいの意味は、あの、やかましいとか、うん、あの、めんどくさいと言いますか。あ、まあでもめんどくさいだよね、はい、そうそう。だから、あの、ちょっとこれ、早く、あの、掃除しなさいよって言われたら、あー、うざいっていう言い方するときはもうめんどくさいみたいな、うん、あとなんか今日人のことあいつうざいよねみたいな言う、はい、いいときとなんかちょっとニュアンスが違う。ちょっとニュアンスが違いますね。そうそうそう、あの、悪口じゃないうざいみたいなのがあるんですよね。あ、単にめんどくさいときに使う、自分に対してみたいな、レールとかね。なるほどね。自転車の店、タオさん、新州に来て初めて覚えた言葉はずくなしです。怠け者という意味で、ずく単体でも使います。サボってる人にずく出せとか、マメな人にあの人は小ずくがあるとか。へえ、面白い。ずくずく、小ずくがある。ずく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 ね。どこの方言って言ってましたよ。信州。信州。信州。おお、うん、そうなんだ。信州ってわかるよね。信州とは、うん、信州ったら信州。信州ですよね、うん、はい。わかるような女子大生。女子大生。信州大学はどこにある？信州大学は九州にありますよね。おー、あ、ちょっと待って怖い怖い怖い、調べていいですか？信州大学は九州のどこだっけ？あ、そこまで合ってたんですね。いや、あ、違う。あ、そろそろ曲いくか。そうですね、うん、あの、コメントの方後でお読みします。曲いこうね。今日のトークテーマは若干難しいかもね。そうですね。あの、恋するかっちゃんがさんが言ってますね。はい、頑張ってね。じゃあ次の曲は、あいみょんで愛を伝えたいだとかをお聞きください。オフトーク。オフトークです。信州大学は長野県にございます、うん、つまり？つまり長野県です。へえ、信濃から来てんだ、信州って。何ですね。何その反応。なるほどね。自転車の店、タオさん、信州は長野県ですって言ってね。はい、長野県でした。すみません。ドサユさん、マツコが歩いた跡かと思いますだって。うん、ドサユさん。なんか重そうですね。マツコの番組で方言特集やってたんだよね。あ、そうなんです。うん、あ、見たかもしれないそれ、ちょっとだけ。ねまれってわかる？はい。ねまれって。ねまれ？ママねまれ、ママねまれっていう。おいでおいで。違う。こっち来て座れっていう。へえ。まんま寝まれって。近い近い。え？近くないですか？どういうこと？おいでって近くない。ああ、おいでおいでだね。ま、あ、違う、寝まれはね、うん、違う。俺がこっち来てまんまって言ったのは、あの、寝まれ自体はもう座れって意味。単体で。ああ、そうなんですか。そうそうそう。ね、座れって意味。寝まれ。これも秋田ですよね。秋田。なんか東北方言も結構特徴がありそうですよね。
なんか性格が出てんだよな。寝まれとかさ普通言わないじゃん、こっち来て、まあ寝まれとかって言わないんだけど、みんな言うんだよ、あのじいちゃんばあちゃんが、うん、寝まれってこっち来いって言って。へえ。やっぱ寒い国だからか知らんけど、こう集まんだよ人が、だからこっち来て寝まれみたいなのとか、おしくらむんじゅ、そうそう。あとはね、だからどさゆさも結局温泉とか風呂行くあれが多いから、ね、よく言うんだよ。やっぱり東北地方ってお風呂いっぱいありますか？あるある。温泉が沖縄とは比べ物にならないぐらい、僕が住んでた市はなんか日本一多いとかって聞いたこと。あ、いいな。じゃあ温泉がもう身近なんですね、ここよりずっと。身近身近、めっちゃ。おっとっとを知っとっと、おっとっと知っとっとって、あのあれだな、おっとっとはおかしいですよね。え、おっとっとはおかしいでしょ。知っとっとは知ってるってことかな。そうそうそう、これなんかおっとっと知っおっとっとって言ったっとってとかなんとかってあるよね。あ、なんか聞いたことある、長いやつですね、うん、おっとっと しっとっと、あ、おっとっととっとってって言っとったのになんでとっとってくれんかったって。あ、それそれそれじゃん、それじゃないそれじゃないそうだそうだ、おっとっととっておいてって言ったのにどうしてとっておいてくれなかったと言ってるんだよ。おお、これどこの方言ですかね。これはもう完全に博多、博多弁でしょ。博多なんとかとって言うじゃん、かわいいよね。かわいいですよね。博多の友達いるんだけど素で言ってるからね、すごくかわいいなと思うんだよね、うん、とってどういう時につけるんですかね。え、なんとかと、しっと、うん、とっと、なんだろうね、どういう時に使うの。食べるととかですかね。沖縄の何かに代替できないから、なんだろうな、さーではないし、あ、さーとか近いんじゃない。新聞ですね、次は。ニュースです。琉球新報の紙面より、総合面からお読みいたします。自殺職員に改ざん指示か、森友文書書き換えさせられた。学校法人森友学園への国有地売却に関する決裁文書改ざんをめぐり、自殺した財務省近畿財務局の男性職員が上からの指示で書き換えをさせられたとの内容をメモを残していたことが15日関係者への取材で分かった。財務省は決算文書14件の改ざんを認め、理財局の一部職員の指示で近畿財務局に書き換えさせられたと説明。理財局の指示系統は調査中として明らかにしてはいない。検察は職員が改ざんを指示されたとみて、詳しい経緯を調べるとみられる。改ざんの目的について麻生太郎副総理兼財務省は12日、前理財局長で国税官長官を辞任した佐川氏の国会答弁と誤解がないように行われたと説明。佐川氏が最終的な責任者だったとし、自身は改ざんを11日に知ったとしている。近畿財務局は約8億円を値引きして2016年6月、森友学園に大阪府大阪府途中市の国有地を売却。17年2月に大幅値引きの問題が発覚した前後、職員は売却を担当する関財部に在籍していた。関係者によると職員は今月7日、神戸市の自宅で首を吊り自殺した。昨年秋ごろから体調を崩し欠勤しがちだったが、親族によると
昨年夏、電話で常識が壊された、移動できず辛いと漏らしていたという。財務局の遠山理財局長は、13日の野党6党合同会合で、自殺した職員について、個人のことなのでコメントは差し控えたいとコメントをしていた。改ざんの指示系統については、継続中の調査として、人事当局の調査を待っている。続いて沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。みなげる使命感、県内3大学卒業式。県内大学の先頭を切って沖縄大、沖縄キリスト教学院大、短期大、県立看護大の卒業式が15日各大学で開かれた。各大学部や大学院などを合わせて750人がキャンパスを巣立った。那覇市の県立看護大では、看護学部、学科助成専攻、学科助産専攻、大学院で学んだ107人が、家族や教師に見守られながら、証書を受け取った。袴姿やスーツ姿の卒業生を前に、嘉手刈学長は、人々の健康を守る担い手として、社会に貢献することを期待している、と激励した。看護学部卒業生を代表して、東門、夏美さんが学んだことを基礎として精進してまいりますと決意を述べた。卒業生は看護師や助産師の国家試験を終え、合格発表が26日にある。以上で今日のニュースをお読みいたしました。三日月マンハッタンのウチナーグチナウ。今日のウチナーグチはこちら。ヨーバー。この言葉は弱虫という意味です。この野郎、この亀野郎、亀のくせにバカ。向こうの海沿いのとこで亀をいじめてる少年がいるぞ。この野郎、亀のくせに。ちょっと少年。なんだおっさん。君たち、ヨーバーいじめをしてるのか。亀をいじめてるんだよ僕は。そのお前たちの精神がヨーバーだな、うん、帰れ、5円あげるから。5円、当時で言えば5000円ぐらい。じゃあ帰るよ、バイバイ。もうやめるんだぞ。ありがとうね。あ、カメさん、ありがとうね。痛かったろうに。痛かったですね。どうもどうも。お礼にね、お礼、ピザ食べさせてあげますね。いや、なんか竜宮城的な。マンホールにいらっしゃい。おい、タートルズか、お前。ピザ食べさせてあげるから。お前タートルズだったんか、お前は。ピザの箱は開けてはいかんよ。いや、意味わからんし。ピザが喋るから。いや、意味わからんし。おい、名前は。ピザを持ってきた。あれか、あのネズミみたいなやつか。コキザミンディアンとヒープーのウチナーグチナウ。今日のテーマはこちら。タッコアイムッコアイ。タッコアイムッコアイ。はい、これはベタベタくっつき合う、イチャイチャするという意味です。モーリー、うん、お願い、なだそうそう、見たいそう。なんかそれ、恥ずかしいからタッコアイムッコアイさんけ。ひどい、なんでいいさ、パーマ代払って。なんであのパーマ代払うんとけんばい。どうせ何やっても手遅れどい。超ブルー。じゃあこれだけお願い、米買って。いや、米買ってどうするばい。だからタッコアイムッコアイさんけ。いや、次触ったら分かるよな。いやー、もう怖い、むごい、すごい。どこ触ってるばい。やったっこいもっこい、サンキューお母さん。お母さん、お父さんもすごいんだよ。やった、離れてやるけ。無駄吠え、噛み癖、引っ張り癖で困っている方、諦めていた愛犬のしつけ、シオンドッグスクールがお手伝いします。警察犬協会全国大会2位の実績。まずはお気軽に見学を。098-992-4566。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイ牧師店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11、 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷。牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1。 南の雪氷、新都心店。
きの皆さん、おはようございます。3月16日ただいまの時刻は8時30分を回ったところです。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニングナハ。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの30分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日のトークテーマは方言ということでやらせてもらっていますけども、はいはい、皆さんからたくさんコメントいただいててありがとうございます。ゆたしくは沖縄の方言か。はい、ゆたしくは沖縄の方言で、ライチさん、ゆたしくございます。ゆたしくございます。おね、よろしくということですね。うんうんうん。自転車の店、あ、早速コメントの方をお読みしたいと思うんですけど、自転車の店、タオさん、信州に来て初めて覚えた言葉はすくなしです。怠け者という意味です。スク単体で使います。ズクじゃないの？スクだった？失礼いたします。ズクですね。点々が見えなかった。ズク。サボっている人にはズク出せとか、マメな人にはあの人は小ズクがあるとか、うんうんうん、これ読みましたっけ？ライチさん、めんどくさい時はニリーかな。言いますね。ニリーニリーってね。ニリーっていいよね。でもね、めんどくさいっていうよりニリーってなんか可愛くて、めんどくさいって言われるよりいいかな。そうですか。うん、ニリ。まあでもほら、僕そんなにこう移住者だから多分感覚が違うんだろうね。そうかもしれない。ニリ、うん、あーめんどくさい。あ、でも同じぐらいですね、ダメージは。ニリって言われた時お前ニリって言われるとお前めんどくさいって言われるダメージ一緒ですね。ニリなニリだなって言われた。はい、はいはい、アイミルキーさん、東京北国で、うん、就職したら埼玉から通勤の人が多く、こっちがしと言ってました。あっちがし、あっちがしね、あっちがしね、うんうんうん、川の向こう岸のことがあるなと思います。すいません , 笑っちゃったね。思いますよね、向こう岸のことと思う。あっちがし、こっちがし、あっちがし、うんうんうん、面白い。お、北区ね。あ、北区の間違い。北区ね。これ直樹先生がさっき言ってたやつのやつじゃんね。そう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 、笑われたって言ってアイミルキーさんは謎に思ってたんだね。あー、なるほどね。解けましたね、謎が。沖縄でもお金って言いますか？お金がないわけじゃないです。分かってます。お金って言いますよね。お金って言わないか。あまり言わないかもね。ライチさん、言いますかね。 2V ってね。 2V、 あー、 2V は言うね。ルナいつも 2V してる、ね、そうですね、年中 2V かな。うんうん、うん、眠いってことですね、皆さん。ところで、方言いっぱいあるね。ライチさん、新聞読み千葉利用って言ってたんだね。新聞読み、千葉利用。ありがとうございます。千葉利用もいい言葉よね。はい、千葉利用って頑張ってってことですね。千葉利用。うんうんうん。恋するかっちゃんさん、テーマ方言、兵庫の方言か。かっちゃんはね、チャリキが錆びついて、ホールは以上です。チャリキは自転車のことかな。自転車、ね、錆びついて、ホールは、ホールは、ホールは、転ぶは、捨てるでしょ。捨てるって。あー、捨てるはってことか。転ぶかなと思った。ホールって結構でもなんか使うんだよな。捨てるときに使うのか、うん、投げる、いらないと。投げてこいとかって言いますもんね。あー、投げ捨てるイメージですかね。投げ捨てるイメージでも、うんうん、自転車投げ捨てないか。ムさん、あと塩辛いの食べたときしょっぱいなって言います。チョコボールの最後の一個がなかなか出てこないときはやっべえなって言います。これ方言関係ない。しょっぱいの食べたらしょっぱいって言うし、しょっぱいの食べてしょっぱいって言わなかったらなんて言うんだよっていうね。チョコボールの最後に行く中でやっべえなって。それは、まあ、ライチさんだけかもね。うんうん、ムさんだけかもね。ね、方言いっぱい来るじゃん。ね、ライチさん、沖縄本島でも地域によってイントネーション違うよね。離島の方言は難しい際が、離島はね、なんか別の言葉みたいに聞こえる。名護出身の子が友達にいてですね、うんうん、イントネーションが違います。2人知り合いが学校に、同じ学科でいるんですけども、なんかゆっくり喋るイメージで、なんとなくイントネーション違う感じ。なるほど。何がって言われるとわからないんですけど、まあでも速度とか違うのもあるよね。はい、うんうん。ルルロキナーさん、好きな方言は教えてるです。教えてる、レジ教えてる。なんかあれですね、癖がある感じですね、好きな方言。いや、教えんなって、お前ふざけるなって意味なんですけど、面白いですね。直樹先生、方言、秋田の温泉に行った時にご飯はだけてくださいねって言われて、あれはおかわりをたくさんしていっぱい食べてねっていう意味だと後から知った。ね、
ご飯あだけてくださいねって、まあまああだけてね、あだけてくださいね、懐かしいね。あ、もうわかるんですか、使ってました。いやもうね、あっちだったりたくさん使うんですけど、はい、もう離れたら忘れますよね、英語みたいにね。やっぱそういうもんですかね。全然あっち帰ればわかるっていう感じですね。なるほど、うんうんうん、皆さんではまだまだ方言についてのエピソードを募集しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組はリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。ありがとうございます。曲はソニーでジャングルお聴きください。はい、オフトーク。オフトークです。浴衣をはだけてくださいねアイミルキーさん。そうね、はだけてっていうとそういう感じだよね。ね、絵文字も何もなしでこんなってきたら面白い。ムスさん、東京も下町だと広いを白い、新宿を新宿、シャンプーをサンプーって言います本当にサンプー、新宿、新宿。でも新宿も新宿も分かりづらいね。広い、白い、白いな。東京もあるんですね。標準語のイメージが強かったけど。あ、東京あるよ。だって提案デーとか方言でしょ。あ、江戸っ子。江戸っ子、そうそう。下町方言って。東京下町の方言って何があったっけな。意外とあの普段から聞いてる言葉が東京下町方言だったりするんだよね。提案デー。あ、なんとかじゃんとかもかな。じゃんはどこだっけ。じゃんってどこだった。関東じゃないですか。ねえ。やなこった、やなこっただ。やなこった、やなこったとかって。へえ。お前さん、ちげえねえ。ああ、提言にしやがれ。提言にしやがれ。大概にしろみたいな。いい加減にしろってことですか。提言って言うんだね。ね、あ、一緒だ、提言は、提言だ。あと、ああ、関西の人は、じゃんじゃなくて、やん使う。ですよね。そうなんだ。なんか、なんとかじゃんって言ったら、関西でお前、東京なまりかみたいな感じで言われるって。あ、やんか。なんとかやんって、うん、んやないとかね。へえ。よし、じゃあ行くか。はい、次は天気予報ですね、うん、FM那覇の時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニングナハです。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日16日、沖縄本島中南部のお天気は南の風のち北の風やや強く雨、朝晩曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るとなっております。波は 1.5 メートルのち2メートル。降水確率は朝の6時から12時まで 80%、 12時から18時まで 70%、 18時から24時まで 40% となっております。日中の最高気温は22度です。気象警報注意報です。沖縄本島地方では16日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことです。続いて交通情報です。高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道下り、あ、失礼いたしました、上下線ともに金インターチェンジから木の座インターチェンジ間強化、
補修作業のため対面通行規制がかかっております。続いて沖縄道下り石川インターチェンジで故障車のため規制がかかっております。続いて那覇市内の一般道の交通情報です。前島交差点から泊まり方面、また久保寺方面に向けて渋滞が発生しております。また浅戸交差点から草原寺と境町方面に向けて渋滞が起こっております。また代々木交差点から坪屋、代々木交差点から麻団橋、麻団橋から小羽倉、こちらも長く渋滞が起こっております。また旭橋から旭町、山下から山下南、柿の花から小禄方面に向けてこちらも渋滞が起こっております。那覇空港方面も混雑している模様です。今日は混雑渋滞が多いので皆さん運転はお気をつけください。以上で今日の天気予報交通情報をお届けいたします。すいません出てこなくて今、はい、さあさあ今日のトークテーマは方言で行っております。皆さんの方言にまつわるエピソード、はい、コメントをお待ちしております。ぜひぜひ、ツイキャスからよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ムスさん台所を出所って言います。出所に行って出番持ってこいって人がいたら半径3メートル以内には近づかないようにしてますそんなこと言う人いないってなんか怖い感じしますね、うん、出場持ってこいってしかも出場って出所これはどこですか。なんか下町っぽいですけど、もうこれもうあれじゃない下町じゃない、ね、出所とかって。ライチさんレーナ純熟っていう、純熟って言わない、純熟って何ですか。何純熟って何ですか教えてください。沖縄の方言ですよねきっと、うん、純熟あ、中熟、強く思いっきり、強く押してって時はなんて言うじゃん。強く押してって言います。違う違う、この方言を使うと、はい、強くは中熟って、うん、めっちゃ押して、あでめっちゃじゃないよ、デージ押してとかかな、違います絶対言わない。中熟押してって言って長いね、長い、強くって言うから中熟って言うなんだそれ、言いづらい、言わんな、へえ、ね、初めて聞きます。沖縄方言でも知らないの結構ありますね。ライツさんあがーってね、あがー言うね、あがー言うね。あの驚いた時の方言でさ、はい、あの昔じゃないけど、はい、あのジェジェって流行ったじゃん、ジェジェジェ、はいはいはい、あれはどこでしたっけ、岩手、あれは岩手の三陸らしいですけどね、はい、ジェジェジェって言うじゃんね、沖縄あげじゃびよって言うじゃん、言いますね。であの僕の地元はニャとかって言うんですよ。ニャって言うんですか。ニャとか男の人でも言う。ハッタとか。ハッタ。そうそう。ハッタとかニャとかって言うんですよ。うん、で秋田のその驚く方言を今びっくりした時の方言を探したら、はい、聞いたことのやつがあって、タマシポロギーって言うんだって。何それ長い。いやでもアゲジャビオも長いから。いやなんかハッとした時に言えないですよそんな。何ですか。いやアゲジャビオも言えないだろ。いや言える言える、アゲジャビオは言える。タマシポロギーって言うんだって。長い。あのなんかね山とかで蛇見た時に、はい、もう失神しそうなぐらい驚いたら。うん、タマシポロギーって言うんだって。タマシポロギー、うん、噛んじゃうよなんかそれ言うときに、ね、なんかもうなんでタマシポロギーなんだろうな、ね、英語みたいに、すごいね、確かに英語みたい。ムさんよくスネ夫のママがザマスって言ってるけどあんまり聞いたことないです。おそ松さんで嫌味を言ってるのはザンスです。ああ、そう。あ待って、ザマスは方言ではないですよね。ザマスって方言じゃないの。ザンスがザマスになったんでしょうか。ああ、そうなんだ。ザンスはどこの方言なんでしょうかね。ザンスは方言なんですかね。ザンスって言うのかな、昔の言葉かな、単に。あ、山手言葉って言うんだ。へえ。あ、違うかこれは、あでも東京なんですかねやっぱりね。そうなん、ザンス、ザーマスって、ザーマス、アマスとかねっていうのは、丁寧語らしいですよ。丁寧語なんですか、うん、山手、工事長番長っていうんですかね。うーん、丁寧語でもったいぶった話ぶりを嘲笑ってザーマス言葉と呼ぶっていう。ちょっともったいぶった印象なんですかね、じゃあザーマス系は。例えばおはようございますっていう時は、はようザーマスはね。ああ、あの奥様っぽいですね。そうザーマスね、そうザーマスね。うん、アイミルキーさん、しゃっくりをひゃっくりという地方があります。ひゃっくり、ひゃっくりだよね、どっち。ひゃっくり、しゃっくりです私。しゃっくりっていう、しゃっくりって言います。え、言わないですか。僕はまあでも100、どっちも言うな、なんか。え、ひゃっくりって言うんですか。適当っすね。だってさ、100回やったら死ぬって教わってたから。ああ、ひゃっくりってよく言ってた気がする。その都市伝説、子供の時マジで怖かった。数えてた。数えました。えー、やばい95回だとか思って。あ、本当に死ななかったけど。死なないんだよね。よかった。あと1回、あと1回っつって
恋するかっちゃんさん、レナ可愛いやん、ほんでレナその服似合ってるやん、社長ユーストリームに映ってないやん、わら、以上です。これいつものことなんです。いつものことっていつも自分が可愛いとかじゃなくて、ね、いつも可愛いもんね。あの社長が映ってないのいつものことですね、うん、どっちもだよね。あ、はい、ちょっとはい、次に行きます。あきさみよーい、ライツさん。あきさみよーい、なんだそれ。あきさみよーい、あきさみよーいって驚いた時だよね。はい、あきさみよーって言ってた。あ、ライツさん、しかんだ、はいはい、しかますよか使うって、これ怖い時だよね。そう、びっくりしたとか、うん、よくこう輪ゴムとかさ、はい、こうやってやるわけ、はい、女の子に向かって、あの輪ゴム、輪ゴムを人に輪ゴム銃みたいなことですよね。そうそう、そしたら大体言われる、しかます、え、しかますって言われる、え、しかます、そうそうって言われるっていうね。しかますな、よく使う、うん、いっぱいあるやんけ方言。うちのうちなぐちなうでなんかやってほしいね、みんなね。そうですね。その方言をやってほしいというか。ちょっと曲いきましょうか。はい、じゃあ今日の最後の曲ですね。何で笑ったの？あ、すいません、次読みましょうね。はい、いいよ。じゃ あ浅川真希さんで、真希さんって言っちゃった、なんでさん付けしたんだろう。浅川真希で、あの子がくれたブルースを聴きください。はい、オフトーク。オフトークです。いや、ムさんがのコメントが面白くて、志村けんがあんだってって言いますよね。バイトで分かりづらい注文を聞き返すとき、あんだってって言いたくなります。あんだって、あ、あんだってって。自転車の店、タオさん、死と火はよく入れ替えちゃいますね。七夜と七夜とか。へえ、信州七夜、信州もじゃあ品州って言ったりするのかね。そこを言ったらなんか終わりな気がしませんか。わかんないけど、ね、言ってたらすいませんって感じですね。私ジラーってよく言いますね。なんとかジラー、かわいいジラーとか、うん、あとなんだ、ね、うん、レナ何ジラー、私は何ジラーだろう。 あとジラーって顔って意味もありますよね。ああ、ジラージラージラーか、うん、だからどっちでも使ってるな。ナイチャージラーとか、ナイチャージラーだよね。ナイチャージラーですね、私は結構。お父さんが福島だからかな。イージラーだよね。ん？イージラーだよね。イージラー、うん、かわいいジラー、かわいいジラー、かわいいジラーっていうとかわいいっていう意味にならなくなるよ。そう、かわいいジラーってかわいいこぶってるって意味ですよ。、うん、めっちゃディスられてる、新宿と日比谷が同じになりますね。あー、アミルキーさん、新宿、新宿、渋谷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 、新宿、渋谷、渋谷、あ、本当だ、すげえ、渋谷、そう、ざますね。ざますね。しゃっけーって言う？はい、しゃっけーなーって言いません。百景とか、ひゃ、ひゃですか、しゃですか、どっちもどっちも。福島の方言でも使うかな。ああ、冷たい時にさ、あ、しゃっけって言わない？あの福島にいたの多分5歳ぐらいまでで、全然方言覚えてないんですよ。そっか、なんか DNA レベルで覚えてないかなと思って。あ、でもあのイントネーションはちょっと覚えてますね。お、へえ、そうなんだっけみたいな感じで言ってたけど。今いいね、方言女子だ。方言女子、どっちかっていうと沖縄方言の方が使いますね今は。だからね、じゃあそうそう、行くか、新聞だっけ。はい、次は新聞です。ニュースです。沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。認可保育入所490、失礼いたしました、4994人保留。県内22市町村定員枠が不足。
認可保育施設への4月入所を希望する申し込み者の一次選考において3月初旬までに県内22市町村で4994人が入所保留となっていることが15日までに沖縄タイムズの調査で分かった。両親とも終了しているなど入所の要件を満たしているが定員枠の不足などを理由に入所確定に至っていない数、そのうち在園児も再選考の対象に加えたのは 5町村で、要件に該当する在園児については女村で5人、八重瀬町で3人が入所保留となっている。各市町村とも待機児童解消に向けて保育所の受け皿整備に進めているも もの受け皿整備を進めているものの、共働き世帯の増加に伴う需要の伸びに追いついていない状況、保育士不足も深刻で定員を割らざるを得ない円も出ている。2018年度も認可保育園に入れない児童は相当数に上ると見られている。現在辞退者や転出入社の調整を経て定員に空きがある保育施設で 2,3 次募集を実施している。それでも入れなかった子どもの数から特定の園を希望する子どもらの数を差し引いたのが待機児童となる。沖縄タイムズ社は認可保育施設のある県内35市町村を対象に一次選考結果の年齢別保留者数を調査し全てから回答を得た。最も多いのは浦添市の635人、次いで那覇市527人、沖縄市523人、うるま市521人で500人超えが4市あった。厚生労働省が毎年発表する自治体別の待機児童数では、特定の園を希望した児童などが含まれていないため本来の入所希望の実態が見えにくくなっている。県内の17年4月時点の待機児童は2247人、10月は3952人だった。以上で今日のニュースをお読みいたしました。さて、残すところわずかとなりましたけども、今日のトークテーマは方言でやらせてもらっております。皆さんから来たコメントを読みさせていただきます。むさん、はい、うん、これは読まなくてもいいのか。読んでいいよ。はい。語尾にズラーがつくと柔らかく聞こえますね。ちょっと髪の薄い人にズラーをつけると危険です、うん、なるほどね。語尾がズラーの人はどうしたらいいんだろうね。語尾がズラーの方言もありますか本当に。いや、わかんないけどさ、ほら、わかんないズラ。わかん、ジバニャンだ、ジバニャン。え、妖怪ウォッチ。ジバニャンってズラだった最後。はい、なんとかズラって言います。マジでそんなキャラクターだった。ジバニャンって今結構子供たちに人気なのに。はい、なんとかズラの子ですよね。あ、本当ですよ。ジバニャンじゃないよ。ジバニャンじゃないかな。他のキャラクターかもしれない。ジバニャンみたいなさ、要は妖怪ウォッチのピカチュウ的なキャラクターがズラだったらさ、はい、え、マジでジバニャンだったっ。ジバニャンじゃないかもしれない。ズラっていう、はい、あの猫が。セブンさん、わかんないよ、うん、おはようございます、はいはい、仕事中間に合った。またマジュンヌマヤ、マジュンヌマヤ、またマジュンヌマヤ、うんうん、え、これは何、どういう意味、ね、またマジュンヌマヤ、めっちゃ気になる。あれじゃない、前、わかんないね。あ、また一緒に飲もうねって意味だって。カリー、またマジュカリー、乾杯ね。ムスさん、方言にいろいろありますね。今日の朝目薬さすときに口も開いちゃいました。目を閉じると口も閉じるんで目薬入れづらかったです。そんなことある。あ、でも結構目、あ、口開いてるかも、目薬入れるとき思ったら。あ、本当に、うん、何今白目したんですか。いや、今想像してみた。今白目になってた、俺今目の前で白目してました、こいつになっちゃうさ、はい、社長レーダー整いました。うん、方言とかけましてベーゴマと解きまする。お、その心はどちらも鉛を直すのに大変だ。以上です。今度肩組んでシャメ取ってな。テレ。お鉛ね、鉛を直すのは大変だ。
ベーゴマ懐かしいというか。ということであと20秒でございます。20秒でございます、はい、皆さん今日もコメントたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今日も一日皆さんが楽しい一日を過ごせますように。また来週どうぞお会いしましょう。バイバイ。さよなら。はい、オフトーク。オフトークです。最近時間がなくても、最後綺麗にまとめられるようになったかなと思って。あ、いいね。前までなんかバタバタしてそうそうそうやってたけど、締めがねまとめられる人は多分いい人になれるよね。おー、やったね。100個い、アイミルキーさん100個いって言う？アイミルキーさん冷たいってことですかね。そうそうそう、100個いってやっぱ言うよね。秋田だけじゃないよね。東北100系って言うか。小石塚ちゃん、社長レナちゃん、おつれな、おつれな、ありがとうございます。コメントいつも。アイミルキーさん、それを言いたかったのですが、公共の場で言うと支障があると思ってやめました。何のことだ。どれどれ。あ、ズラか、ズラかズラね。めっちゃ気遣ってくれてるの。グレッグマッケイさん、お疲れ様でした。また来週ね。はい、また来週よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん今日もコメントたくさんありがとうございました、ね、ぜひまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。